書店がない金山町で今移動式本屋を出店する地域おこし協力隊の女性がいます。その取り組みを取材しました。60冊ぐらいですね。町の人にアンケートを取って町の人が欲しい本をさらに入れたいなと思った。先月29日、金山町の一角に店開きした移動式本屋カプリバ。カプリバは大関っていう金山の名所があるんですけど、そこに流れている鯉たちをイメージしていて、川村の川で金山らしさと自分らしさが組み合わせられたらいいな。店主は盛岡市出身の川村義恵さん。今年4月、金山町に就任した地域おこし協力隊員です。読書が趣味の川村さんが金山町に移住して気づいたのは、町に書店がないことでした。そこで、町の人とのコミュニケーションの取り方として考えたのが、本の販売でした。本屋さんに行って店員さんとコミュニケーションをとって話せる場所っていうのが減ってるっていうのと、あと自分にはそういう場所が必要だったっていうのがすごくあって、こういうアナログな手法こそがまあいいんじゃないかなって、自分の好きなもの、得意なこと、興味があることを外に発信したりとか、自分の家から持ち出して外に出せる機会って限られてるんじゃないかな。でまあ、そういったことを発信しながら共有できる場所があるといいなっていうふうに思ってました。川村さんは5月に移動式本屋を初出店。これまで町内で3回出店し17冊の本を売っています。町の人たちは川村さんの活動が新しいコミュニティになることを期待しています。移動の図書っていうのは本屋さんっていうのはなかったんで、面白い取り組みだなってすごく楽しみにしてる。いいなと思って期待してます。コミュニケーションを図って波紋のようにこう広がっていく、それが素敵だなと思って。すごい町市に出た時からいろんな人に知ってもらえたので嬉しいですね。好きなこと、興味があることを共有する移動式本屋カプリバ。川村さんは今後月に1回以上の出店を目指しています。将来的には空き店舗を借りてコミュニティスペースと、あと観光案内所とか、まあ、そういった機能が一体となった本屋さんが作れたらなと。今デジタル書籍とかネット販売とかいろんな本の販売方法がある中で、アナログですけれどもこの移動式本屋、なんか皆さんの期待もすごく感じましたし、触れ合いがたくさん生まれそうですね。そうですね、川村さんの本を通して地域のコミュニティの場を作る取り組み、さらに広がってほしいなと思いました。